あるのか、実際の警報音を聞いていただきますけれども、訓練の映像ですので、くれぐれもそこを留意した上で聞いてください。こちらでございます。これはあくまでも訓練の映像です。実際の注意喚起ではなく、現在武力攻撃を受ける危険はありません。今から流れるサイレン音は武力攻撃が迫っている地域へ注意喚起をするための国民保護サイレンです。聞いてください。なんか昔の空襲警報。